You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかと渋谷でランデブー。おはようございます。はい、今夜も始まりました。はい、なんかあれですね、ここ1週間ぐらいで、はい、あのちゃんと夕方っぽくなるようになりましたね。あ、そうですね。確かに、そうですね。日が落ちるのが早くなって、確かに、そう、先週まで、真っ昼間でしたね。うん、すごい明るくて、そうそう、やっとこんばんはな感じになって。確かに、はい、ちょっと暑さも和らいだんですかね。ちょっとね、そうですね、ここ数日、うん、風も涼しくなって、猛暑でしたからね、ずっと最近、ね、暑かったですけど、夏休みなんかしました？僕はね、お盆とかも普通に何も、もうただのバイトとライブで何も変わらずだったんですけど、こっちはちょっと見てください、ちょっともう焼けてるでしょ、ちょっと日に焼けてるから、あの、ロッキンジャパン、おー出たな、夏フェスに行ってきまして。いいですね、初めて、はい、初夏フェス、フェス自体初やな、フェス自体初めて、音楽のライブとかね。で、同じ事務所の後輩に3人と一応誘われて行ったんですけど、まあ、よかった。誰出てるんでしたっけ？僕が見たのは、カナブーンさんとか、あいみょんとか、あいみょん、あいみょんいいな、めちゃくちゃ歌うまかったっすよ。歌いました、真夏の匂いがするでしたっけ。あ、新曲やな、新曲歌いました。生で来ました。なんだその顔、腹立つな、この顔腹立つな。イントロちょっとミスってもう一回やり直してたからね。そういうのいいですよね、そういうライブの ね、 ね、醍醐味というか。最近私ちょっとあいみょん聞いてて、はい、かっこいいな、やっぱいいですね、同業者からしても、ね、あの新曲はちょっとまどかさんっぽいですよね。すごい好きです、あの感じが、うん、はい、うん、そうです、あいみょんも見たし、クリープハイプとか、うん、ね、いや、すごい楽しんでてね、キュウソネコカミね、っていいんですよ。聞いたことは、すごい楽しんでるのは全然僕はいいんですけど、はい、ツイッターとかに写真あげるんですよ、うん、まあね、後輩とロッキン来ました、うん、なんか上げてましたよね、上げてたんですけど、はい、いや、それはいいんですけど、うん、映った時に舌出すんですよ、うん、え、ベロ、ベロをえ、ね、ってことですか。あ、もうやだやだやだ、もうやばい、それやだ、いやー、やばいやばい、やめて、それやめて。なんでですか。ストレスがマッハで、もうなんかすごい、なんか、別に知らない人だったらいいんですけど、知ってる人がやるとやばくないですか。なんなんですかね、これはもう、なんか知ってるね、こう他人だったら全然なんてことないんですけど、盛り上がってるんだよなって思いますよ。なんか知り合いがやるとこのイラッとするっていうね、なんか不思議な現象なんですよ。絶対だって私とか長友さんがやってたら多分イラッとすると思いますよ。いや、しますよ。絶対すると思う。もうそれで俺熱中症みたいになったもん。そのせいで、そのせいで。いや、暑かったですけどね。いや、でもそれ飛ばすぐらいの、良かったね、すごいいいステージでした。お酒飲みながらね、楽しいですよね、はい、フェスね。はい、良かったです。また来年も行きたいなと思いますね。あー、ね、はいはい、いいですよね。まどかさんは、私はナイトプールに今年も行ったのと、いいですね、ナイトプール、はい、ナイトプール、ナイトプールいいですね。そう、日焼けしないし、うん、あー、ちょうどいいですね。そうなんですよ、心地いい感じでね、はいはい、ここ入れるし、あと昨日、一昨日、はいはい、うちの父親が、梅沢富美男さんと新歌舞伎座で今舞台をやってて、やらせていただいてて、大阪の新歌舞伎座で、はい、うん、でそれをもうどうしてもその梅沢富美男さんの女形の舞を見たくて、それもやってくれてるんですか。そうです、最初はお芝居で、はい、一部お芝居、二部がうちの父親のモノマネショー、はい、で三部が、その演舞なんですけど、梅沢富美男さんの、はい、で、もうそれを見たくて、ああ、見たいですね、もう生で見たいじゃないですか、ね、そうですね、一緒に一回見たいですよね。だからちょっとみんなで行きたいんだけどってお父さんにお願いして、はい、ちょっと一泊だけしてちょっと行ってきました、はい、見てきました、いいめちゃくちゃ良かった。なんでね、こうテレビに出てらっしゃる梅沢富美男さんと、はい、もう違う生き物なぐらいの、いや、それがすごい、そう、ギャップがすごい、そう、品といい、こう色気というか、はいはい、艶っぽさがすごいあって、やっぱ違うんですか。すごかったです。なんかドキドキしました、見てて。すごいドキドキしてた。すごいっすね、撮るとね、ね、バラエティのおじさんっていうね、あのおじさんなのなんですけど、え、あの歌も歌ったんですか、はい、夢芝居。夢芝居はお芝居の中の
なんか一つの場面ではちょっと使ったんですけど、 あれは歌わずに、あ、そうなんですね、はい、もう本当その三部のショーは本当その演舞ショーというか、そういうので和物ので、もう一人その大衆演劇 の、はい、あのプリンスっていう方がいて、はいはいはい、モンドリュウジさんっていう方も出演されてるので、はい、その人と、梅沢さんと他 の、 その梅沢劇団の方たちのこう演舞ショーで、すごかったですね。ああいうの見るとまたね、和物がやりたくなるなと思って。あ、そうですね、そう、すごいな、思いましたね。お父さんコロッケさんは、はい、なんかやってました。あのお父さん新ネタやってました。うちの、ね、うちのコロさんは、あの新ネタが、森進一さんがエヴァンゲリオンになるっていう、めちゃくちゃだよ。よくわからないやつなんです よ、 すごいよ、あの人全然意味わからなくて。すごいな。エヴァンゲリオンもわかんないじゃないですか。まあ、何か、まあ、前は、知ってたらね、まあ、ね、で前はティラノサウルス、森進一さんがティラノサウルスになるっていうのをやってたんですけど、最近ちょっと変わったみたいで。すごい、ね、エヴァンゲリオンで、ね、エヴァンゲリオン面白いよ。あとね、米津玄師さんもやったりとか、はい、ちょいちょい、あ、ちょいちょい、流行りもやってるんですね、ちゃんと。すごいわ、すごい、流行りもちゃんと抑えて、ね、だいぶふざけてますけどね。さすがですよ、だいぶふざけて。そう、面白い、そうなんですよ。すごいな。で、その舞台のお芝居の役柄が、はい、すごく腕のいい名医者さんの役なんですけど、はい、目の、ね、はいはいはい、お医者さんの役なんですけど、はいはい、絶対見られたくないなって、ああいう名医者さんには怖いなっていう。ふざけちゃうから。ふざけちゃって、ふざけちゃって絶対治せないだろうっていうね。そう、そういう感じでしたね。あ、なるほど。あとはあの桑名正弘さんのちょっとお墓参りに行かせてもらって、大阪にあるので。大阪なんですね。そうなんです。なかなかね、行けないので、まあまあね、もう生前やっぱお世話になってたので、ね、ちょっと行って、ちょっと詰め込んできました。いろ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 詰め込んできました。一泊でいろいろ、なんか美味しいもんとか食べたんですか。もうあのホテルのご飯しか食べてません。もう弾丸すぎてね。まあまあ弾丸すぎて、たこ焼きだのお好み焼きだの、なんかどっかまで行って食べるっていうのができなくて。ああ、そうなんですね。まあ、でもいい夏ですね。いい夏でした ね、 いやいや、ね、はい、そんな感じのお盆でございました。ではでは、本日の1曲目聴いていただきたいと思います。まどかでシャルムシルク、聴いてください。どうぞ。負けないよ前に弱くて
はい、まどかでシャルムシルク聴いていただきました。ありがとうございます。ではでは、お待たせいたしました。本日のゲスト、ガールズロックバンドのファンルーモアストーリーの2人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではでは自己紹介をお願いします。はい、はい、ファンルーモアストーリーのボーカル、滝です。ファンルーモアストーリーのベースのマミです。よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらのバンドさんはどういう、 こう結成秘話というか、そういうのってありますか？はい、ケラ、ファッション誌ケラのガールズバンドオーディションで結成した5人組です。そうなんです。じゃあ皆さんもともとモデルさんだったとかなんですか？そういうわけではなく、バラバラですね。例えば、まあ、ね、今まで音楽活動してたメンバーもいれば、モデルみたいなことをしてたメンバーもいれば、本当のど素人もいたり。そうなんですね。はい、すごい。じゃあそれでね、こう集結して、はい、今のメンバーさんに。で、2017年から活動されて、はい、主にどういう活動をされてるんですか？主にはずっとライブ活動だったり、うん、はい、あとはたまにファッション誌の撮影、モデルだったり、あったりとかでね。で、基本的には音楽活動がメインですね。はい、で、あれですもんね、8月7日、このリリースされたばかりのシングルが、はい、こちらですね。こちらどういう楽曲になってますか？こっちの、セカンドシングル、はい、セカンドシングルだよ。大丈夫かな？合ってましたね。大丈夫かな？セカンドシングル、合ってた。君にじメロディーは、はい、女の子の、恋愛ソングになっていて、はい、結構ドキドキして、最後には思いを告げるみたいな感じになっていて、MV も、はい、ちょっとドラマみたいな挟んでて、うんうん、自分がその女の子を演じてるんですけど、よかったらチェックしてみてください。はいはい、演技難しかったですか？そうですね、こういうMV のドラマは初めてで、はい、確かにね、そうですよね。どういう風に映るのかとか、衣装とかも何パターンか着替えながらやって、はい、日にちがどんどん経っていって、最後に頑張って思いを伝えるみたいな。お、素敵。結構キュンとくるんですけど、タキの普段を知ってる私たちからすると、はいはい、あ、頑張ってる頑張ってるタキ頑張ってるみたいな。普段と違うんですね。普段には、ね、メンバーは思うんですけど、多分初めて見た方は、あ、なんかいいなって思う MV だとは思います。作詞作曲はどなたが？はい、タキさんが。2曲目のフューチャーっていう曲は作詞を しました、はい。この曲は結構勇気を送るみたいな、応援ソングみたいな感じに。で、3曲目の木漏れ日という曲は作曲作詞した曲で、はい、バラードの曲になっています。へ、作曲もされて、はい、すごいですね。マルチに多彩なボーカル皆さん多彩な。マミさんはね、絵もお上手だってさっきお聞きして、絵は、はい、ちょっとさっき打ち合わせでもお話ししたんですけど、はい、実は特技が絵で描いたりはするんですけれども、はい、まあどうだろうな、うまいと思われるのかどうなのか、はい、ね、ちょっとね、後々ね、はい、はい、ちょっと描いてほしいなっていうみたいなことをお話しされてたので、はい、ちょっとこう動きたいというか、はい、ね、はい、じゃあね、まずね、楽曲のご紹介からいきたいと思うので、はいはい、じゃあ曲紹介をお願いします。滝、はい、さんから。ファンルーモアストーリーで、はい、君にじメロディー。はい、ファンルーモアストーリーで君虹メロディー聴いていただきました。すごいいいですね、素敵な MV、ね、ね、素敵な楽曲だし、ニヤニヤしちゃいますね。ニヤニヤしちゃいます。今流れてる間、そうですよね、すごくなんかニコニコした実況が始まって実況中継でしたね後ろから来たぞみたいなそう、気になってる彼がね、はい、そう、だから向こうも気になってたってことですね。そういう感じです ね、ポップでいいですね。いいですかね、爽やか。恋愛のね、うん、いいですけども、バンドマンやめとけっていいんじゃないかな。バンドマンは良くないよ。おい、父親目線、ね、バンドマンのゲストさん結構来てもらってるんでディスるのやめてもらっていいですか？ねえ、ねえ、ダメですよ。いい人、ね、まあ、いい人もいます。いい人もいます。変な人もいるだろうけど、ちょいちょい聞きますけどもね。そうね、なんか
あ、こういうの聞いていいのかな、なんか告白とかってしたことあります？うん、なんかこうちっちゃい頃からある？告白はない。あ、ないんだ。されるばっかりだ。されるばっかりだ。ちょっと憎いですね。ある、ありますか、まみさん。私はバンドマンを好きになったことあります。ああ、やっぱりかっこいいです。ね、かっこいいですよ、ね、かっこいいんですよ、ね、ステージでこうやってかっこいい、かっこいいです。でもそれは割ともう壁になってて、うん、あのもう憧れの、憧れがもう最上級になって好きって感じです、うん、なんでちょっと恋っていうのとはまたちょっと違うよね、好きな神的存在みたいな感じになりますよね、逆にね。もう根がオタクなので、あーって ありがたい、ありがたい、ありがたい、あの存在してくれるだけ嬉しいみたいな感じの好きです、ね、すごい分かる気がしますね。そういうのね。はい、じゃあですね、この辺でちょっとね、次のコーナーに行きたいと思うんですけれども、はい、どうしようかな、さっきちょっとね、絵の話も出たので 気になってしょうがないので、あのマミさんがなんか、はい、バンドのゆるキャラ、はい、そうなんですよ、をなんかね書いたんですよね。そうなんですよ。でそれがなんかいろいろ賛否両論らしく、どんなものかっていうね、あれを 見させていただきたいので、はい、ちょっとね、ホワイトボードをちょっとご用意させていただいたので、いいですか？あ、はい、はい、じゃあその間にタキなんか、はい、あのこのキャラクターについてちょっとこのプレゼンしてもらっていい？プレゼンしてもらっていい？プレゼンです。これ どこ映ってますか？あ、はい、最近9日からずっと遠征に行ってて、はいはい、名古屋とか大阪とか行って、で、その中でも、その間でも、はい、こうファンルのゆるキャラをちょっと考えようよみたいな感じになって、はい、このパタパタ君自体は結構パタパタ君っていうんですね。パタパタ君かわいい。なぜパタパタ君になったんですか？パタパタ君は、はい、ファンルモアストーリーのこう物販とか終わったりした時にありがとうございました、せーのパタパタってやるんですけ どそっからどうやら来たらしくてどうやらどうやらすごい一言をどうやら来たらしくて、ファンルーマーストーリーのロゴもハートに羽が入ってるのが入って、それをなんかもじったらしくパタパタしてる感じ ね飛んでる感じ、パタパタしてる感じをね、はい、そうそう。タキさんすごい気に入ってるって、めっちゃ好きなんですよね。そうですね、好きねって言って。他のメンバーさんは、まあ、うん、ええー、ちょっと今のところ不利だな。ファンの皆さんは見たことあるんですか？ある。どうですか？ある方とない方といますね。パタパタ君、まだ公式にはしてもらえてないですね。プレゼン中というか、プレゼン中ですね。今ね、あ、できました。お、すごい。パタパタ君、いいプレゼンをありがとう。パタパタ君、これが、あの好評な理由もあると思うし、うん、はい、不評な理由もあるんですよ。で、はい、ちょっと不評な理由を知りたいんです。なるほど。そうですね、ちょっとこれを見てる方、あの、はい、なんで不評なのか一緒に考えてもらいたいです。皆さんにも、はい、はいはいはい、ということで、はい、パタパタ君です、はい、どん、どんいやー、ちょっとな、パタパタ君、かわいい、これはかわいい、まさかのパタパタ君ですか？おっさん、まさかの、まさかの、はい、生物学的にはオスなのかな。あ、オスなのかな。パンツは日替わりです。あ、日替わりで柄が変わるんですね。島の時もあるし、新水玉の時もあるし、水玉の時もある、ピンクの時もあるし、ああ、真っ赤な時もあるし、うん、いいですね。すごくいいと思う。すごい。うん、なんかこう可愛さとシュールさが混じってていいですよね。どうですか皆さん、どう思いますか？ダメですか？なんかみんな失笑してません？ダメ？ダメか。三角。ちょっと首かしげてますね。首かしげてますね。でも、うん、愛らしく見えてこない？だね、なんかいいですけどね。すごくいいと思う。うん、なんかそのガールズバンドでみんな可愛らしい感じ。急にですね。あの急にイメージがちょっと、ね、ちょっと濃ゆさが出てきますよね。最近ギャップ萌えとかっていう言葉があるので、あの私たちは割とこう白い衣装だったりしてふわふわしてるんですけど、うん、キャラクターがこれってなったらあのギャップ萌え狙えるんじゃないか。すごいいいギャップですけどね。ある意味ギャップもすごいある。ギャップはあります。先ゆるキャラから見て、ね、メンバーさんやったらいいですね。あ、メンバーさん見てからのこれがちょっとちょっとびっくりする方もいるかもしれない。こっち先行ですかね、うん、がいいですね。で、ちなみにね、これがじゃあ、あの着ぐるみのね、はいはい、キャラクターになったって考えると、ちょっときついな。ちょっと
それは顔だけがハートってこと。あ、そうだね。あとはなんか全身タイツとかで全身体をリアルにリアルに履いてもらってね。タキは好きなんだよね。すごく大好きです。で他のメンバーさんはみんなちょっと無理ってなるの分かりますもん。なんでよな なんでよな今あの関西の上の人にこれを絶賛プレゼン中なんで、はい、あのちょっとね、ぐつかまったなしということでよろしくお願いします、うんね、そうですね。ちょっとこれがね、うん、正式なゆるキャラになるかどうかっていうのが ね私たちも楽しみに。これが T シャツになる。あ、最高じゃないですか、うんね、みんな着てるって絶対、でカラーになるんですか。これは例えばカラーになりますね。あ、カラーになる。いやーすごいな、かわいい。ここがピンクで、ここはまあ白い羽、肌色、肌色なんですダメか。ちょっと生々しい生々しいキャラになりますね。なんかね、ちょっと唇、うん、やっぱさすがね、お上手ですね。唇の形とかがね、すごい私ああいう感じ好きなんですけど。ありがとうございます。ちょっとセクシーボディね、ちょっとセクシーな感じですね。はい、じゃあこれちょっと正式になるように楽しみにしてます。はいはい、よろしくお願いします。通るのかなこれ。ね、通ってほしいですね。じゃあちょっとね、この辺で。タロット占いコーナーに行っちゃおうかなと。タロット占い、はい、思います。どちらから占いますか、うん、滝さん、まみさん。じゃあ先に占ってもらってやった。じゃあ滝さんが、うん、今ね音楽のお仕事されてますけど、うん、もし違う職種だとしたらネイリストかトリマー、うん、動物が動物が好きなんですね。じゃあ細かい作業とかも好きなんですか。結構うーん、なんか物によるんですけど。でもネイルは結構好きで。あ、そうなんですね。あの前ハロウィンの時に顔なしのコスプレをしたんですけど、うん、はい、すごいギャップ。これと同じぐらいギャップありますけど全員でやったんですよ、はい、5人表で顔なしをして。いいその時に、はい、あの千と千尋のデザインを。え、すごかったです。じゃあ滝さんも結構絵がお上手なんですね。それほどでもここに千と千尋描けないですね。私できないです。このね、すごい細かい作業になります。めっちゃ時間かかります。はい、5時間ぐらいかな。あ、でも分かります。私もこうね、やるんですけど、うん、なんか見ながらで片方ずつだから 4,5 時間かかるんですよね。そう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 、分かりますよね。かかるかかる、うん、気づいたら朝ですよね。そういうお仕事ね。じゃあそういうお仕事、ね、じゃあネイリストとかトリマーだったとしたら成功していたかどうかでいいですか。はい、違うね、職種だったら。ちょっと見ていきますね。お、ちょっと気になるな、うん、ね、どうなんでしょう、うん、やっぱり一緒にバンドやってると、あの、うん、バンドをやってる以外の像が思い浮かばない、ね、自分でも音楽以外にできることがないというか、うんうんうん、これしかやってきてないみたいな。だけはあのちっちゃい頃からずっと音楽やってきたタイプなんですね。なんかご両親が結構音楽関係の方だったりとかなわけではなく。全然関係。あ、そうなんだ。でもまあね、それできるならできそうですけど ね、はい、ね、顔なしとかね。じゃあ滝さんにもシャッフルをしてもらっていいですか。うん、お、柄が可愛いですね、うん、アリスなんですよ。あ、これアリスの絵。可愛い。そうなんです。だから絵もそんなに怖くない。結構ね、タロットカードって、はい、こう物によっては怖めなの多いじゃないですか。そうですね、はい、頭はこっちでいいですか。あ、そんなんあるんですね。はい、あります。じゃあそれで大丈夫。はい、わかりました。じゃあちょっと見ていきますね。はい、これね、もう毎回ドキドキする。そうですね、はい、ね、もう何が出るか分かんない。1枚出しでバッと聞きますね。はい、はい、じゃじゃん。 あ、シャリオットの逆ですね。あ、シャリオット戦車のカードなんですけど、はい、で、あ、あのちょっとかじったことがあるので、なんとなくじゃあ、そうか、でもシャリオットの逆だから、うん、やっぱ音楽が一番あれなのかな。お、ね、やっぱりあんまりやったんです。はい、ちょっと細かいの見ていきますね。そう、ちょっとね、うん、うん、お仕事、あ、ちょっと、うん、あの企画倒れになっちゃったりとか、うん、空中分解する可能性が あるっていうカードなんですけど、そう、じゃあ音楽でよかった、うん、音楽でよかった、音楽でよかったってことですね。そう、アドバイスだと無理に進めず、うん、一度立ち止まって路線変更してくださいっていう、あれなので、そう、だから音楽だともうバッチリってことです ね、逆にね、うん、あ、よかった、はい、これでトリマーの方向いてるって言われたらちょっと、ね、どうしようって思いますよね。
これから、ボーカルいなくなっちゃう、やだやだ、やめてっていう感じですね。はい、いいですか、もうさらっとで、はい、さらっとなんですけど、はい、じゃあ次、よかったね、よかったですね、安心したね。次、まみさんの方、はい、はいはい、もうこれちょっとすごい重大な、これ重要です、重大なバンドの行く末に、この後私たちは、どうなるの、どうなるの、私たちどうなっちゃうの、ね、みたいな、あれはもう個人っていうよりは、ファンルマストーリー全体、全体の運勢ですね。わ、怖いな、これ。さっきのカード出たらどうしよう。怖い、怖い。さっきのね、戦車の。これで、戦車の客とかだったら嫌ですよ。これで塔とか来たら怖いですね。ね、そうですね。タワーのカード。でもタワーのカードも、読み方によっては結構良かったりもするので、うん、そうなんですね、そうなんです。もういい結果しか受け止めません。はい、そうしましょう。そうしましょう。でも、タロットカードの占いって結構その人の、こう、なんだろう、動きだったりとか、考えで、こう、流動的なので、全然大丈夫です。うん、念を祈ってください、祈ってください、この行く末をファンルマストーリーのファンルーですね、ファンルーの行く末 の運勢、ファンルーもトリマンもダメだったらそんな、そんな悪いこと言わないでください。じゃあ、はい、お願いします。いいのっぽい、いいのっぽい、よいしょよいしょ、頭は、はい、頭はじゃあこっちで、はい、わかりました。じゃあ見ていきます、ファンルーの今後の運勢ですね。はい、はい、いやー、これ怖い、いお願いしますね、はい、はい、いきます、いきます、じゃじゃん、おムーンの逆、月ですね、月の逆、でも月の逆だと逆に正位置だとね、あまりよろしくないですよね。正位置だとこう雲行きが悪いとか、うん、あとはなんかまだ見えてないこうものがあったりとか、こう明快になってないっていう意味なんですけど、逆だと逆にそれが好転していったりとか、今まで見えてなかったものがこう見えて、いろんなものが形になって明白になってくるっていう意味なので、絶対いい方向性です。こっちから見ると、正位置なんで、そう、そう、ちゃんと逆です。そう、逆です。そう、逆位置の、状況が見えてくるとか、現実的にこう捉えていける。あと、問題の原因を探って、それが解明できるっていうのがあるので、すごいいいです。でも当たってるかもしれないですね。うん、うん、うん。で、あとは、本当に欲しいものは何か、こう自分の気持ちを確かめてやっていくとすごくいいっていう風に出てますね。なんか当たってるね、これね、多分。本当ですか。で、なんか思い込みからの不安とか疑いは追い払っていいですっていうカードなので、じゃあ、いい、前向きに、前向きなカードですね。なんかこれで、成功しますっていうよりは、うん、こうしていくとこうだよっていうのが見えるとね。うんうん、そうですね。今こうちょうど発展途上の感じの、はい、あ、よかった、よかった、ファンルの方向いてるって、はい、そうです、ファンルに向いてるそうです、ファンル続けます、お願いします、ファンル頑張ります、お願いします、確かに、よかった、こんな感じでよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、よかった、もう私が一番ほっとしました、ね、なる方がね、結構ね、皆さんそのバンドのあれとか、いくつまで生きられるかとか、それ結構深刻、そうなんです、何歳まで私は歌えますかとか、結構重めの聞いてくださるんですけど、私なんかにそれ託していいのかって私に聞いていいのかしらって思うんですけど、よかったです、良かったです、はいはい、ではここで、次の楽曲2曲目をご紹介お願いします。はい、はい、ファンルーマーストーリーでカラフルストーリー、色があってゆくストーリー、真っ白
はい、ファンルーモアストーリーでカラフルストーリー聞いていただきました。あ、素敵、いいです ね、爽やかだし、透明感がすごい、ねえ、本当皆さん ね、透明感がすごいです ね、うん、ね、いやもう本当素敵なバンドさんだと思います ね、 ね、ライブでもめちゃめちゃ盛り上がりそうです。いや、盛りやすい、ね、絵がね、絵が浮かびますよね、うん、そうね、そしてパタパタ君もね、パタパタ君ね、こう参加できるといいですね、はい、正式に、あの 何かし、はい、何かにつけて使ってもらいたい、はい、いや楽しみにしております。ありがとうございます、はい、ではではこの辺でちょっと心理テストコーナーにちょっとね、よりね、心理を暴いちゃおうかなと、ね、ゲストさんの、そういうの大好きで、あ、好き、好きだよね心理テストやります、普段結構やります、 YouTube とかでも、はいはい、なんか10の質問みたいなとか、ね、今いっぱいね、いろいろ ね、 ね、ありますもん ね、 ね、じゃあちょっと1問目からいきますよ、ちょっと待ってください。はい、じゃあ皆さんも一緒に心理テストやってみてください。いきます、まあ、夏なのでちょっとね、海の心理テストです。恋人と海水浴にやってきました。恋人はマットの上で日光浴中、あなたが冷たいドリンクを買いに行き、戻ってみるとすやすや寝息を立てて寝ています。ちょっといたずら心を起こしたあなたは、冷たいジュースを恋人の体に押し付けて驚かせようと考えました。あなたなら恋人のどこに缶ジュースを押し当てますか。1、ほっぺ、2、おでこ、3、胸、4、首筋。さあどれでしょう。これはもう、まあまあ、うん、わかりました、うんうん、はい、決まりました。決まりました。はい、何ですか？一、ほっぺ、ほっぺ、うん、はい。二のおでこです。おでこ、はい。ほっぺですね。ほっぺ、あ、はい、え、じゃあ、ほっぺだった。首、うん、私胸かな。なるほど、はい。じゃあこれはですね、何がわかるかと言いますと、はい、あなたの心の奥底の恋愛意識や癖。くせ者度が分かります。そう、こうね、どういう恋愛意識を持っているかっていうのがね、分かります。じゃあほっぺ、一番のほっぺ、はい、ほっぺ選んだ人いますか。あ、一人かな、はい、ほっぺを選んだ人ではですね、恋愛に対して夢見がち、少し子供っぽい、少し子供っぽい心のあるあなたは、現実を直視するのがやや苦手、相手のリードに任せるよりも自分が主導権を握りたがるタイプと言えますが、残念ながらあなたの描くシナリオはまるでドラマのようで、現実的に現実感に乏しいところがあるようです。そんなシナリオを演じるよう恋人に要求するわけですから、なかなかのくせ者と言えるでしょう。シナリオ通りにことが運ばないとぷいっとふてくされてしまうのも特徴の一つです。もう少し現実感のある夢を描くことが必要です。めっちゃ当たってます。結婚式は絶対にディズニーランドじゃないと嫌なんです、はい、それは結構言ってて、ね、だからそれ、うんうん、を叶えてくれる人じゃないとやな、はい、あれだよね、よくそういう話になると、うん、白馬に乗ったおじさまに迎えに来てほしいみたいな。すごい、ハウルみたいな人が。ハウル、わかる、かっこいい、すごいわかる、ハウル、ハウル、ハウルね、かっこいいですよね。あ、そうなんだ、当たってるんですね。待って言っちゃったもん、ね、ファンの方はね、当たってましたかね。当たってますか。当たってますか。はい、じゃあ2番のおでこ、はい、おでこの方いますか。あ、いない、いないですね、いない、いないですね、うん、はい、おでこを選んだあなたは、精神的にやや幼さの残るあなた、恋愛するにはまだ未熟者、ま、未成熟、中には異性には興味がなく、友達付き合いやグループ交際で十分と思っている人もいるかもしれません。しかしあなたにまだその気はなくても、恋心を寄せる人にしてみれば、あなたの態度はじれったく、自分の心を翻弄しているように映るでしょう。いわば無意識のうちにくせ者ぶりを発揮しているわけです。あなたはピンとこないかもしれませんが、知らないうちに思わせぶりな態度を取っていることもあるので、異性を前にした時には注意が必要でしょうっていうね。当たってますね。当たってます。興味ないんですよ。あ、興味なくて、しょっちゅう、あのバンド仲間の、うんうん、バン、まあ、いわゆるバンドマンですね、うん、あの男女問わず、うんうん、みんなであの音楽について、お酒飲み交わしながら喋ってるのが一番楽しくて、もういいやみたいな感じなんですけど、でも普通にあのバンドマンとかと遊びに行ったりはするので、
思わせぶりなの私かもしれないですよ。勝手にね、知らぬうちに恋心寄せてる方がね、たくさんいるかもしれない。ちょっと罪な罪な女です。罪な女です。罪な女です。すごい、これ結構当たってる感じですね。はい、じゃあ3番の胸、私ですね。胸選んだ人いますか？いない、これもいない、ね。はい、胸を選んだあなたは恋愛をすると非常に明るく積極的になるあなた。周りの人が見てもすぐに、あ、今好きな人がいるんだなと分かってしまうタイプでと言えるでしょう。くせ者度は低めですが、あなたの場合恋愛している時の喜びを隠さず、親しい人とも幸せを分かち合いたいと考える方なので、サービス精神が旺盛になりがち。そのためあらぬ疑いや誤解を招く危険性があります。男性ならプレイボーイ、女性なら八方美人と思われないよう十分に注意しましょうっていうね。あ、でも当たってるかもしれない。すごいなこれ。あの兄弟、まあ友達とかはそんなあれですけど、兄弟にバレるんですよ、うん、あ、今いるんだとか。そう、なんか普通に、まあ、ちょっと兄弟と一緒に住んでるんですけど、こう出かけるときにお姉さんって、今さっているっしょって聞かれる、そう、なんか顔つきとか空気が変わるらしくて、ふわっとなるんですかね。ふわっとなるらしく、はい、当たってますね。サービス精神旺盛になります。そう、嬉しくなっちゃうから。あ、いいっすね。そうそうそう、楽しくなってね。いいことですよ。そう、みんなに優しくしようっとって思う。はい、じゃあ首筋、はい、首筋、はい、首筋選んだ人、あ、男性首筋が、はい、じゃあ首筋を選んだあなた、恋愛について積極的なあなたは、恋をすると情熱的になるあまりに周りが見えなくなるタイプです。そのため相手の気持ちを考えずに自分の直感や興味だけで行動してしまい、周りをハラハラさせてしまうことでしょう。その意味ではなかなかのくせ者で、時には友人の恋愛関係にも首を突っ込み、トラブルを引き起こすこともありそう。もう少し慎重さが必要なようです。あら、どうですか？かもしれないですね。かもしれないですね。好きは好きですからね。そうですね、そうですね。じゃあもう一個いけるかな。もう一個ちょっといってみますかね。はい、ちょっと待ってください。どっちがいいかな。ちょっといくつかね、用意してるんですけど、あ、じゃあ、ね、こっち、こっちにします。はい、はいはい、あなたのスマホにかかってきた見慣れない番号からの電話、相手は次のうち誰でしょう。3択です。 A、 10年ぶりに声を聞く、幼馴染。 B、 以前勤めていた会社の同僚。 C、 旅先で一度だけ話した見知らぬ土地の人。すいません、めっちゃ噛んじゃった。はい、なんか大丈夫、大丈夫、聞こえてますよ。はい、はい、何でしょう、はい、どれでしょうか。見知らぬ番号から、見知らぬ土地の人、うん、3番ですか。決まりました。滝さんは C、 C、 旅先で、で一度だけ話した見知らぬ土地の人。私2番です、ね、2番、以前勤めていた会社の同僚。はい、私も2番、2番、はいはい、1番で、1番、うん、私 C かな、うん、はい、うん、じゃあこれはですね、何が分かるかというと、勝負強さ、あなた勝負強さが分かります。大事ですよ、はい、大事なやつです。大事ですよ、勝負強さは。じゃあ、1番の幼馴染選んだ人、あ、いない、あ、こっちね、はい、はい、幼馴染を選んだ人の勝負強さは70点です。あなたは自分の才能や弱みに密かなコンプレックスを抱きながらも、それが成長の源だと直感的に理解しているタイプです。いざという時の勝負どころは、その瞬間に集中さえできれば勝てるゲームを何度もくぐり抜けてきたのではないでしょうか。さらなる勝負強さを求めるなら、チャレンジには結果に左右されない収穫が必ずあると信じ、失敗を恐れない心をインストールしましょうっていうね。わー、めっちゃいい、うん、いいですね、いいですね、すごい、結構勝負強さ強めなね。ありがとうございます。はい、じゃあ次、以前の勤め先の同僚選んだ2番からね、2番の人いますか。あ、いない、はい、勝負強さ40点。 あら、はい、あなたは自分の人生はこうであってほしいと夢に描いても、手に入りそうな分岐点まで来ると悪目立ちすることを恐れ、尻込みしてしまっていませんか。その数が増えていくとやがて勝利ベタになり、たまに訪れる幸運は偶然という運命の気まぐれに過ぎないと、ため息をつく日々になってしまいます。望む未来のために確かな勝負強さを磨くなら、失敗上等の心意気を持ちましょうっていうね。はい、心に持って生きていきます、はい、教訓みたいな、ね、感じですね。はい、じゃあ3番の、あー、C ですね、 C の、一度だけ旅先で話した見知らぬ土地の人選んだ人いますか。
あ、これ一番多いですね。結構多い、はい、うん、これ勝負強さ100点です。やった、ボーカル、見知らぬ、あなたはここぞという時こそ目の前にそびえる大きな壁を突破するパワーを備えています。自分の力を信じ、置かれた場所でベストを尽くすための知恵、必要とあらばタイミングを見極め、環境を変える勇気に恵まれているのです。そのハイレベルな勝負強さをキープするためには、安定と安全を求める常識的な感性から飛び出したいという好奇心と、敬意を払いたくなるライバルが存在する刺激的な世界を大切にすること。でも今の状況ですよね、やっぱり ね、 そうですね、こう音楽やられてて、うん、本当にボーカルが勝負強さ100点だったらもう安泰です。安泰、未来は安泰ですね。よかったですね、やっぱカードの、ね、結果もよかったし、もうよかったし、はい、なんか勇気もらいました。頑張れる、よかったです。じゃあこんな感じで心理テストコーナーでございました。ありがとうございます。はい、ではではね、もうあっという間にちょっとお別れのお時間がやってきてしまったので、はい、じゃあ最後に告知をお願いいたします。はい、我々ファンルームストーリーなんですけど、はい、8月の24日に横浜のタワーレコードさんで、はい、インストアのイベントが決まっております。このインストアイベントっていうのが、先ほど紹介させていただいた君にじメロディ、セカンドシングルの君にじメロディのリリースイベントになっております。はい、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。はい、はい、そして、9月の7日に渋谷エッグマンさん近く、あ、すぐ近くでライブがあります。はい、その日は、2本になってて、2本立てになってまして、もう1本渋谷エッグマンと、はい、あの下北沢の方で開催されるリムフェスっていう、はい、あのフェス、サーキットイベント、3会場を使ったサーキットイベントに参加させていただきます。はい、はい、一番大事なのが、はい、10月2日渋谷エッグマンで、私たちファンルマンストーリーの自主企画ライブがあります。すごい。タイトルは、ファンル山菜祭、卵の中身はなんじゃろな。何それ気になる、気になる。山菜祭、山菜、山菜になるんですよ、もうすぐ。あ、そうです。でも10月2日で、ね、あのね、山菜を迎えるので、山菜、山菜祭りで山菜祭、山菜祭、山菜祭で山菜の祭りってことですね。なるほど。で、あの卵の中身はなんじゃろなっていうのは、そうそう、渋谷エッグマンの卵の。そうですよね。卵かけてみます。かけてみます。めっちゃいい感じ。卵料理みたいな。可愛かったですね。たくさんね、情報もあるので、もうね、皆さん多分もうね、チェックされてると思いますけれども、他 SNS なども皆さん、ツイッターとインスタグラムが、8月7日にセカンドシングルをリリースしてから個人アカウントになって、なのでまだ個人の方、あの、フォローされてない方はぜひチェックしてください。詳しいライブの情報とかはホームページとか、あとは公式のツイッターなどでも流してますので、はいはい、こちらもぜひチェックよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、もう本当に今日はありがとうございました。もうあっという間で、はい、またぜひぜひ来ていただければと思います。はい、ありがとうございました。本日のゲストはガールズロックバンドのファンルーモアストーリーのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。あ、パタ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 くん、パタパタくん。